にちは。ここは北陸新幹線富山です。でも北陸新幹線って今着いたわけではありません。の昨日とそれから一昨日、昨日今日でですね、一泊二日でうちのチャンネルでもすごい黎明期からお世話になっている準レギュラーの皆さんと一緒にこう久しぶりに動画とかねしっかり撮るのは抜きで旅行でもしましょうよということになって、まあ、適当に動画を撮りましたけど あくまで本当に適当にたまに思いつきで動画回したぐらいで、基本的には個人的な旅行、もうこんなのね個人的な旅行なんてしたの本当に久しぶりですからね。動画まともに撮らないで旅行したのってもうこの YouTube 始めてから初めてですから、いやこれ驚いたもんです。まあともかくここから先はですね、もう皆さんそれぞれ大阪東京方面に北陸の地からお帰りになりまして、完全に私一人になりました。5人での旅行がね一気に一人になりましたんで、あとはいつも通り動画を撮るわけです。よろしくお願いします。天然のイケス富山湾寿司と書いてあります。とても触りたいんですが残念、これお手を触れないでください。どう見てもねこれ多分気づかないで触った人いっぱいいますよ。ツヤツヤでつい触りそうになりたい、そんな寿司がたくさん並んでおります。最も食べられません。多分富山って人生で10回ぐらいは来たことあると思うんですよ。10泊ぐらいは富山でしたことあると思うんですけど、ただね富山に何があるのかってのはね私よく分かってないんですね。いや知ってますよ、立山黒部アルペンルートね、素晴らしい景色ですよ。あそこは何度行っても飽きないところ、また行きたいなと思うんですけど、それ以外何があるのかよく分かりません。まあ、あとね天原市海岸とか高岡大仏とか、他には何かな、他にもねまあ、黒部峡谷も今日行ったし、いろいろと、綺麗な景勝地みたいなのがあるのは、まあ、知ってはいるんですけど、富山といえばとにかく立山みたいな感じでね、立山ね、あそこにもまたこう早速なんか年輪ピックとか言ってますが、こうあそこに並んでるのは立山ですね。これ富山県民に、ね、喧嘩売ってるんじゃないかと思われるかもしれないですけど、まあ、単純に私は知らないということなんですが、富山県の、素晴らしい、ぜひともこれは世界に発信するべきだという、素晴らしい、観光地名所立山がありますが、その中部山岳国立公園以外に、富山で、有名なものというのを私はよく知りません。でよく知らないということはつまり有名なものを知らないというのは単純に有名なものがないんじゃないのかなと思いますが、で私はこの富山は大変好きです。まあ、食べ物が美味しいしね、名物白エビとか氷見のお寿司、寒ぶりとかいろいろあります。他にもマスの寿司、揚げればキリがないほど様々な名物がたくさんあります。名家雷鳥の里、あれは実は長野県のお菓子らしいんです。まあとにかくいいんだ、これからですね向かいますな。それで私が富山でねよく使っておりますアパホテルなんですけどな、アパホテルをね紹介するのは富山でも何でもなくてもいいわけですが、富山といえばなんか私アパホテルにいつも泊まってるから、じゃあまあいいやアパホテルに行って、それで適当に富山の夜の街をこうブラブラするような動画でも作ろうってことです。こういう動画結構人気あるらしいですからね、夜の富山の街をブラブラということでお楽しみください。あそこ富山駅ですね。で富山駅の前の通りをここからこう歩いてきて、目の前にあるこれがアファビラホテル富山駅前というホテルですが、私間違えちゃいましてね、アパホテル富山に予約をしたつもりだったんですけど、アファビラホテルとアパホテルと2つあるんですね。自分の予約確認したらアファビラホテルと書いてあったような気がします。確かそっちを予約したと思うんですよ。でアファビラホテルの方がちょっとだけですけどランクがいいんですね。1泊朝食なし素泊まりで5800円でしたから、ですね高級ホテルではありませんが、北陸線の時代にアパホテル富山駅前で駅のちょっと裏側にあるホテルに泊まってたんですけど、あっちの1泊4000円くらいだから安いんですよね。そっちでよかったんだけどな。まあそっちは埋まってたのかな。今日でも3連休の最終日ですから別にあんま埋まってるとかいうことはないと思うんですけどね。このホテルもね昔1回泊まったことありますよ。中学2年生の時だったかな。エレベーターはあれなんですね、タッチしないと動かないですね。あ、外側にタッチするやつあるのか、中側は特に何もすることないみたいですけど、最近そういうの増えましたね。おかしなやつがこう入ってきて廊下とかで寝てるとね、ちょっとやばいから、そういうことなんでしょうね。自由に入ってこられちゃったらね、あ、ここあったかいから一晩いいやなんて、ホームレス感の寝床になってしまうかもしれません。11階です。1110か、田畑の EF65 みたい。わかるぞ、わかる。カードを差し込むのね、まあ、大体別にこんなんごく普通のホテルのあれだと思いますけど、まあ、綺麗ですよね。私が中学3年の時も綺麗でしたけど、今も綺麗です。でもアパホテルといったらね、あ、なんか新しい本出してやがるな。これまあいいや、アパホテルっつったらこれなんですよ。これね絶対置いてあるアパホテルの社長の漫画。あ、なんだこれ、ベッド随分硬いの。こんな硬かったっけアパホテル、びっくりしたな。なんかしかも随分ベッドが低いな。これちょっと足の短い人向けのベッドですね。まあ別に高くても低くてもどうだっていいんですけど、むしろ低い方が落ちた時に危なくないしいいんですけど、アパホテルのなんか社長の漫画で学ぶ成功企業の仕事術とか言って、ね、これはあれか、アパホテルが
自分で出版したわけじゃないのか、朝日新聞出版って一応なってますけど、でもまあアパホテルが頼んで作ったのかもしれないですよね。それ分かんないんですけど、この人がアパホテルの社長で、この人がまあ元社長で、この人がまあ今は社長ではなく代表とかいうちょっとよく分からない肩書きになってるんですけど、まあ要するにこの人を広告塔にするためにアパホテルの社長を女の人をこの奥さんに変えたということなんだと思います。でちょっと中を勝手に開くのはね、あんまり多分良くないと思うんで出さないんですけど、この女の人のね、絵がね、本人とはかけ離れてるんですね。これ誰だよみたいな、最初見てもね、わからないんですよ、誰なのか。これアパホテルの社長じゃない、誰なんだと思ったらアパホテルの社長なんですね。まあ、別に、私はね、あんま女性の容姿についてね、とやかく言いません。世の男性はね、こうなんか、あまりにもひどいような言い方をしてね、こう、女性の容姿をこう、どうこう言うわけなんですけど、私は別にそういうことは、言うつもりは全くないんですが、ただ、異なっているということだけは、実物の写真と、このアパホテルの社長の、このですね、お顔が全く異なっているということだけは、これ事実ですからお伝えしておこうと思います。これが、あれか、アパホテルの事実上の、社長だと思うんですけど、こんな人なんだな、なんか、大学生の、なんて言うんだっけ、忘れちゃった、木こりファッションみたいな、随分若いですね。こんな若いの？え？いや、違うか。あ、29歳の写真か。29歳か。ああ、29歳ってこういう感じなんですね。随分字が大きくて読みやすい本だな。なるほど。まあ、ちょっとあれですからね、本の内容をね、全部埋めるのって大変なんで、字は大きい方がいいんです。なんか書いてある。人生は短い。未来と戦う過程を楽しみ、時間に負けるな。ちょっと難しいですね。これを理解するには少し時間かかりそうですが、まあ、でも、なんかこんだけちょっとアパホテルをなんか半分でバカにしたような言い方をしてますけど、でも、実際アパホテルというね、なんですか、こう、人をね、こう、面白くさせるというか、結構面白いセンスでいろいろアパホテルを成功させているというのは、間違いないので、いいと思います。まあ、これ、ちょっとね、一回これ私もまた読もうから、毎回読んじゃうんですよね、この漫画、アパホテルに泊まるたんびに。もうアパホテル信者じゃないかと思うんですけど、面白くて、ね、読んじゃうんですよ。いろいろシュールで面白いこともあるし、まあ本当にね、こういうことがあったのかって、アパホテルの歴史が参考になります。ちょっとね、漫画の中をやっぱ直に映すのは問題があると思うんでできないんですけど、ここに書いてありますね。うわ、広告のおばさん強烈だな。私は社長ですって広告がね、これ満員電車の中に出てるんですね。何、私がホテルの社長だって？社長失礼します。大変です。ホテルの広告に苦情が殺到しています。おばさんが広告に顔を出すなって？はい。大丈夫よ。なんだこの後は。これがね、もうアパホテルのね、基本方針と言ってもいいんですけど、良くも悪くも、まずはホテルを知ってもらうことが大事なので、これはむしろ知名度を上げるビッグチャンスであり、お客様が何度も足を運びたくなるホテルを目指すんやーということを言ってるんですけど、アパホテルの広告って皆さんも知ってると思うんですけどね、後で多分このホテルのそっちにも出てるでしょうから、見に行きましょうね。いやー、すごい、やっぱね、これがね、YouTube やる上でも、ちょっとはこれでやっぱり、なんていうんですか、参考になるところがありましたよ。で、それから、あとアパホテルの特徴って言えばこれですね、浴衣が置いてあることと、浴衣ってあんまビジネスホテルにこういう感じの浴衣ってないんですけど、旅館みたいな浴衣がなんか置いてあるのと、それからこれ折り鶴ね、鶴折ってあるんですよ。まあ私も下手なんで人のこと言えないんですけど、これもちょっとこうなんか先っぽのところがずれてる感じはありますが、これ漫画によると確か社員の人が折ってるはずなんですけど、まあまあいい紙使ってるんですね。これ忙しい中これね折って大変じゃないのかなと思うんですけど、どうなんですかね。もともとはね、社員の自主的なサービスによって、なんか取り組みによって始めたらしいんですが、これ今もそうなんですかね。従業員の空き時間で作れっていうのは結構きついことなんじゃないかと思うんですが、まあ、実際どうなってるのか私には分かりません。私だったらね、従業員におらせるんじゃなくて、あれにすると思うんだけどな、こう仕入れて、どっか折り鶴売ってるところとかないんですかね。そういうところから仕入れるっていうのがいいかなと思うんですけどね。まあこれちょっとかわいそうなんでね、持って帰ったりするとちょっと大変だから、まあここに置いとけば多分使い回せるでしょうからね、ここに綺麗な状態で残しておこうと思います。多分基本的に使い回すんじゃないですか。捨てがたいし、まあ、だからあっても、まあ、あるなみたいな感じですけれど、でも持って帰るって人も、まあ、外国人でね、持って帰る人いるかもしれないけど、日本人だったら持って帰んないでしょう。なるべくこう次のね、お掃除の方なのか、それともフロントの方がやってるのか分かりませんが、これは取っておきたいところですよね。でも忘れてた、他人のビジネス成功例みたいなこと、そんなこう読んでるのもあれですけどね、今何時、まだ6時半か、6時半ならまだいいけど、今日の分の動画まだ1個しか出してなかったですからね。
あの人のあれを見てる前に自分もちゃんとやんなきゃいけないなって感じなんですけど、アパビラ富山、パスワードはどれかな。パスワードはテレビの立ち上げ画面に表示されています。そういうのいいですね。あのなんかフロントにしかパスワードないホテルってあるじゃないですか。あれちょっとめんどくさい。ちょっとじゃあ今からフロントに降りていくかっていう感じか、まあ、もしくはこれを取って、もしもしフロントですか、あのパスワードわかんないんですけど、ここには出てます。パスワードは、あ、ちょっと数字か、よし、これいいな。まああんまちょっと読み上げるのは良くないような気がするんでね、こういうのって、あのよほどそこら中でもう明らかになってるようなものだったらいいと思うんですけど、これはちょっとね。でですね、あら、ああ、ちょっと待ってください。はい、あのこれでね、また今ちょっといろいろやることをやって出てきたんですけど、もう夜の9時半なんですね。さっきは夕方だったはず。さっきのシーン夕方でしたよね。このアパホテルのまず外に出てきて、アパ社長の広告がないぞ。それちょっと困るんだな。まあ、クレームが出てもね、それを好機と捉えてそのままやり続けた、あの凄まじい広告を見ることができないなんて、あれがアパホテルの名物アイデンティティなんですけどね。アパ社長の広告なんかもうないんすね。やめちゃったのかな。ついに方針が変わって、あの広告塔としてはお払い箱になっちゃったのか。あのアパホテルの社長の広告って確かに見ててね、なんかあんま気分のいいものじゃないんですよ。うわーすごいって、あのここ行きたいなってなるようなもんじゃなくて、はぁ、なんだこれやみたいな、そういう広告で、わしも最初その広告見た時ね、アパホテルの社長なんかもう頭おかしい人がやってんだな、かわいそうに従業員はと思った。でもそうじゃない。それでまああの少なくとも私も不愉快なあの印象を持ちましたけれど、でもアパホテルというものを一発でそれで覚えましてですね、アパホテルといえば、ああ、あの社長のいるところか、あのアパ社長カレーっていうのもありますよね。明日の朝ね、あの朝食も私頼んじゃいましたんで、もしアパ社長カレー食べられたら食べたいと思うんですけど、パッケージにアパホテルのね社長がプリントされてるんですよ。わけのわからないカレーがね、なんかしかもやたら高いんですよね。なんかこっちの方見て、あの人何やってんだろうなって感じですけどね、手振っときましたよまあいいけど、あのね、それでつまりめちゃくちゃな広告でもとりあえず出して覚えてもらうことが第一ってことなんですね。うわ、こいつ頭おかしいわ、でも覚えてもらえないよりはいいと。確かにこれね、あのホテルだとまだそれがどこまで通用するかわかんないですけど、 YouTuber なんてまさにそうですよね。このスーツくんをですね、初めて見て、なんだこの早口でベラベラ喋って気持ちの悪いやつは、20歳、こんな20歳でこんな喋り方するやついないよ、こう上から目線で偉そうにという第一印象が悪かったにもかかわらず、スーツさんの動画今では毎晩見ていますみたいなコメントをくれる人はね、いっぱいこれいるわけですね。もうね、あの第一印象ってのは確かに重要なんですよ。第一印象で、もう印象の7割が決まってしまいます、ね、面接のね、あのなんかレクチャーみたいなのあるわけですけど、こうクソみたいな第一印象をもらっていても、その後ですね、その後にその印象が変わるということが、あるという場合は、まあ、それでいいと。アパホテルの場合はね、あの漫画によってそれをあの言い訳できているところもあるんじゃないかなと思います。あれはつまり、あのこういう風なネタでやってるんですよと。あのネタでね、あのアパホテルのわけわかんない女社長がこう広告塔になってると、普通もっとなんかね、こう女優みたいなの使うだろう、そうじゃないというのが面白いところです。それをわざとやってるわけですよね。やっぱね、あのアパホテルの社長の看板を見ないとどうも落ち着かないんでね、今からあの別のアパホテルが近くにありますね。アパビラホテルじゃない、アパホテルもありますんで、そっちまで出向いてですね、看板を一目見に行こうということにしました。夜も9時半、飲食店も閉まりゆくこの富山の駅前でですね、まだ晩ご飯を食べてもいないというのに、アパホテルの社長の看板を見ると、ただそれだけのためにこう出歩かせるわけですから、やはりね、あの社長さんのプロモーションっていうのはうまかったんだと思いますよ。まあ私の頭がおかしいかのはどっちかですけどね。アパホテルってあの鉄道マニアの方にもですね、結構おすすめのできるホテル、おすすめができるっていうか、単純に利用する機会が多いホテルなんじゃないかなと思うんですけど、あの駅前にアパホテルって基本的に作ってるらしいんですね。でそれはあの国鉄が分割民営化されて、で余ったあの大量の土地などの資産をですね、売って、それで、あ、看板ないか、まあいいや、目の前まで行きます。あのあそこにね、アパホテルの富山があって、私の泊まってるアパビラホテル、立地のいい方はあっちに、あの白い看板がそうなんですけど、まあ、ここは違いますが、このホテルは違いますけどね、分割民営化された時にその駅のすぐ脇にある鉄道用地の大きいようなところをですね、国鉄あの生産事業団の方で持ってきまして、で、まあ、つまり余ってるから国鉄からの払い下げってわけなんですよね。じゃ あのその土地をどうするかって、これでアッパホテルが買い取って、そこに駅を作っていくと。確かそのようにしてやったのって、なんかあのね、私のあのもうあまず最近は全然行くことはないんですけど、 JR のあの板橋駅ってね、あの昔私があの東京のあの板橋に住んでた時には結構まあ使ってた駅なんですけど、その板橋駅からですね、あのもうすぐ目の前に見えるところで、あの貨物の用地みたいなところがあった跡地にね、アパホテルのあの東京の1号館みたいなのがあるんですよね。
そういう感じでね、アパホテルって駅のすぐこう線路のすぐ脇、あのホテルもそうじゃないですか、新幹線とかね、高架も見えますけど、こういうようなすぐ脇に立っていっていくということが大変多いのです。でまたそのアパホテルの宣伝の漫画によれば、バブル景気の時もですね、もうどんどん地価が上がっていて、もうこれはいくらなんでも落ちるんじゃないかと、いうことで、まあ、こうどんどん上がってるからっていって、いろんな会社が、土地にどんどんお金を突っ込んでいる中、アパホテルのですね、まあその、まあ、当時の社長ですね、まあ、今も事実上 の、 あのトップなんじゃないかなと思うんですけれど、その旦那さんの方が悪いことしちゃったな、旦那さんの方がね、アパホテルっていうか、その会社のこう投資していた資産をこう全部、売却しまくって、その結果そのちょっとしてからバブルが崩壊しましたので、ほとんど、費用をね、かかることなく済んだということでした。で費用じゃない、損失を出すことなく済んだということでした。でそれからあとはたまたまなんですけど、なんか経営 の、 苦難っていうのかな、なんかトラブルがあって、それで資産をですねどんどんとこう売りまくったら、その直後に今度リーマンショックが起こって、結果的に現金が必要で、借入金をバンバンこう返済しなきゃいかんということで、アパホテルのイメージが確か下がって、融資が受けられなくなったのかな、借入金を返済するために、資産を売却しまくった結果、なんとリーマンショックが起こってですね、結果的には、随分とまたこれで得をしたと、まあ、得をしたというか、損失を大幅に減らすことができた、そんなこともあったんだそうです。でここからこう歩いてそろそろ着きました、富山駅から徒歩10分ぐらいのところにあります、こちら側がアパホテル富山駅だと思います。さっきのアパビラホテルでして、アパビラホテルの方が富山の場合は都合がいいわけですが、社長いるかな、いやいるわけはないんですけどね、まあ、社長はたまにああいうところの従業員に混じって接客をすることもあるらしいっていうんですが、それが本当なのか分かりませんけど、あ、ミスったな、これあれだ、向こうの歩道橋を渡らなきゃいけなかったな。413系だ、まあ、こんな感じでね、明らかに元鉄道用地だったと思われる細長いような土地を買い取って、でそこにこんな風にね建てております。アパホテルってこういう変な形をした細長い土地に建てることが多いんですが、まあ、その分安いというわけなんですね。ホテルにしてはなんか好ましい土地ではないなんて聞いたことあるんですけど、そんなに別に変な形とは思わないけどね、この駅はこの富山のところはそうなのかな。でもね、残念ながら見てみますと、やっぱりアパホテルの社長の看板ないんですよね。やめちゃったんだな、あの作戦は。もう十分有名になったから、そんな不快感を及ぼすような広告出さなくてもいいんじゃないかってことですかね。それはまた経営のあれとして見習いたいところですね。アパホテルのプロモーションってね、なんかその社長だけじゃないんですよね。コマーシャルでなんかたまに流れてるんですけど、アパーっていうの言ってますよね。もうちょっと短いかな、アパーって。これとさっきのと中間みたいな感じですけれど、あれがねどうも聞いていて耳障りなんですよね。分かる人は分かると思うんですが、でもその広告がまたこう耳についてしまってね、こうなんともこう作られたようなこうチープというか適当というか異質な感じ、それがかえってハマってしまってね、そんなプロモーションの方法あるかと思うんですけど、確かにね、日本にもこう名だたるビジネスホテル、まあ、のみならず、ちょっと高級なホテルチェーンもやってますけどね、そんな印象を持っております。まあ、ビジネスホテルの中での最高級って言ったらドーミーンですけど、ドーミーンってそのどこでもあるわけで、まあどこでもありますけど、アパホテルほどそこかしこにはないですよね。富山に2つ持ってるってすごいですね。東横インもあって、アパビラ、東横インは1つですけど、アパビラと、アパホテルと2つあるわけです。アッパって何なのか私も知らなかったんですね。 APA とは何かというと、Always Present Amenities か、アメニティか、まあ、そんな意味でして、まあ、いつも好ましい快適さみたいな、そんな感じですかね。まあ、ちょっとなかなか英訳がうまくなくて申し訳ないんですけど、なるほどな、そういうことなんですね。だから APA ホテルではないんですね。全日空はなんか ANA って呼んでほしいらしいですけど、であとですね、過ぎちゃったんですけど、なんかこの奥でもう電気も消えてるみたいなんですが、ゴーゴーカレーってあるんですね。多分東京にもあるし大阪とかにも見たことあるんで有名だと思うんですけど、ゴーゴーカレーっていうチェーンがですね、もともとは金沢発祥なんですが、それで思い出しまして、そこにもなんか扱ってるらしいんですけれど、アパホテルでもアパ社長カレーというわけのわからないカレーを売っています。なぜ社長カレーなのか不思議、私は知らないんですけど、調べても分かんなかったんですけど、アパホテルの社長の、顔がですねプリントされていて、確か広島とかね、飯田橋にアパ社長カレーのね専門店までオープンしていて、さっきもちょっと言ったかもしれませんが、フロントでも販売をしているということです。で、なんで社長カレーなのか、そのアパホテルの発祥がもともと石川県金沢だか小松坂の会社でして、でそのところでね、有名な金沢カレーというのがあるらしいんですけど、私食べたことありませんが、でそれを扱っているゴーゴーカレー、あれも金沢発祥ということ で、 でその両方とも、その店舗での取り扱いがあるそうです。大体終わっちゃってんな、
飲み屋だけが22時半までラストオーダーやってるんだね。そんでね、朝になりましたけど、あの今日もう一泊しようかなと思います。富山、今日雨なんでね、晴れてたらいろいろ見て回ってもよかったんですけど、雨ではなぁと、一日ホテルに泊まって仕事でもしようかと思います。だからこの動画はまだまだ続きます。こういう風になりますと逆に動画が長すぎるのにいろんな人に退屈されちゃいますんで、途中ところどころカットなどしてね、もうちょっとテンポよく進めたいところです。コインランドリーもあるのか。ホテルの朝食ってね、すごいめちゃくちゃ美味しいっていうところあんまりないですよね。ここもやっぱね、別にめちゃくちゃ美味しいっていうことなくて、普通のホテルの朝食って感じなんですけど、前ね、あのアパ社長カレーを朝ごはんに出してて、今日も朝ごはんにカレーあったんで食べたんですけど、あれが社長カレーだったのかどうかわかんないですよね。あの本当に何だろうな、アパ社長をあの少なくとも広告から下ろすということが盛んなようですけど、まあ、唯一あったアパ社長のあれはどっか1枚だけあったな、写真が。これか。私が社長ですってね、あの言い回しでね、こういう本がありましたけど、あのこれだけだよな、あったのはな。なんでなんですかね。あの、修理で面白かったんです。最近ね、アパホテルカードみたいなのも、あのクレジットカードの発行もやってるみたいですけど、あの、それもね、あの、カードの柄はただ普通に APA、なんか黒いデザインでね、そんぐらいですよね。そのカードにアパ社長の顔がプリントされてたらね、そしたら私も面白くて作ったんだけどな、逆にそっちの方が普及したんじゃないかって気はしますけど、そういうもんじゃないのかな。さすがにもうネタで売る段階にはないということでしょうか。ちょ、やっぱホテルの紹介なんでね、ホテルをもうちょっといろいろお見せしなきゃいけないなと思うんですけど、ここは綺麗かな、まあまあいいぐらいかな。ちょっと私のあの捨て猫とかがね、ここに置いてある、まあちょっと後で干すんですけど、こうやって洗ってんですね。これ歯ブラシ、使い捨て歯ブラシですが、これちょ結構豪華なんですね。逆になんかもったいなくないって気もしますが、しっかりとしたですね、あの持ち心地でかなり長く使えそうな感じでもあります。でもどうなのかな、結構普通の歯ブラシと比べるといいと思いますけどね。あとアメニティもこんなにありましたね。これ何、人生の喜び、それは夢を持ち続けることですか。そうですか。ボディータ、あれか、あの風呂であの赤みたいな落とすやつね。シャワーキャップ、使い方は私分かりません。耳の中の水を取る、綿棒だろうなんだ、ここにも書いてあるな。正気は絶えず伺う人に訪れるだそうです。誰の名言なんですかね、まだ取っておりません。どの一瞬にも熱い情熱が溢れる、そんな人生を。なんかいろいろこう、櫛とかね、これは何、ヘアゴムかな、ヘアリング、嫉妬、なんだこれ、嫉妬じゃない、好奇心があれば未来がある、いろいろこう書いてありますね。ジ・アメニティって書いてある、あの石鹸は、あれは資生堂って書いてあるけど、でも資生堂だから豪華ってこともないから、そんな多分すごい高級品ではないと思いますよ。あとはね、なんかあるかな、あ、これか。非常口のご案内でこういうのなんですけど、あのアパホテルの特徴でね、煙伏せ具っていうの、これはね、なかなか安心できるいいサービスだと思うんですよ。万が一煙がですね、火事があの起こったという時には、あの逃げる時、煙の中をね、逃げられるように、まあ、こういう大きなビニール袋みたいなやつですね、要するにこれをガバーッとこう持って、それで頭にこれをかぶせて逃げると。2つありますからね、まあ、もし何かあった時にはこう大きく1個こう、取って、で頭にかぶせて、で呼吸して、もし苦しくなってきたらもう一個やれば、これであの長い間息を持たせられるというものですよね。これコストかかんないしね、ただ買って置いとくだけでいいんだから、もっといろんなホテルが導入してもいいんじゃないかなって気がします。あのホテルニュージャパンの火事とかね、トラウマもんですから、まああれは炎もありますんで絶対とは言えないけど、でも煙から逃げることだけは可能です。アパホテル特有のものなんですよね、これはね。あとね、これがね、なかなかいいホテルだなと思って、これはあの、あるじゃないですか、ホテルにこういうやつ。で、これ引っこ抜くと暗くなるじゃないですか。ここはすぐ暗くならないんですね。ちょっとしてから暗くなります。まあ、そういう工夫してるところ結構ありますけど、やっぱその方が助かりますよね。引っこ抜いてから、じゃあ行くか、みたいな感じで、しばらくの間、このようにゆとりがあるわけです。これで、無駄がある、すべてがある。無駄がない、すべてがある。別になんかこういうね、不思議なあのこういうアパホテルってなんていうんですか、ちょっとこう変な変わったことがいろいろ書いてあったりするんですよね。あのこれはあの社長の影響なのかな、こういう不思議な演出っているのかどうかわかんないんですけど、まあ、ともかくアパホテルの独特な感じはします。それからね、なんだあの東急イン、東横インか、東横インもなんか変ですよね、あのホテルもね、不思議ですよ。あの制服とかがなんかちょっと変わってるしね、あの宗教のなんかあのあれありましたよね、宣伝するやつ、あの内観に興味ある方はみたいな、まあ別にいいんですけど、東横インもまたちょっとね、不思議なあれで、あのファンというか信者みたいな人を見つけやすいホテルの一つですよね。まだやんなきゃいけないことあるんですけど、パソコンでずっと仕事しててね、疲れちゃったんで、掃除も終わったらしいな。
一日ホテルに引っ込んでますと掃除の様子とかもいろいろ感じられて面白いですよね。ここにこんな風なものが置いてあります。これは浴衣とかの買いか、随分なんか重いな、いろいろ部屋の掃除はいらないですって言ったんですね。そしたらこう、このホテルも確かそういうのあったかな、部屋の掃除いりませんとか言うとペットボトルの水みたいなのくれるんですね。もっと早くくれてればペットボトル、ちょっと喉が渇いてたんですけど億劫で外に飲み水を飲みに行くのもこうめんどくさがるみたいな感じなんです。まあいいか、日本のあれだからな、ホテルのなんだっけあれ、ホテルの蛇口ひねって水飲んでも全然問題なかったか。サイレントタイムなんてやってますね。毎朝8時から11時はスタッフが静かにしてくれると、つまりゆっくり寝られる。11時チェックアウトですからね。私明日の朝チェックアウト早いんですけど。なんだ今日もやってないのか、お昼の営業とかしかないんですね。なるほど、そうダメだ。いや私ね、昼ご飯まだ食べてないんですね。仕事をずっとやってるとついつい食べるの忘れちゃってね。もう夕方何時ぐらい、今6時ぐらいだと思うんですけど、いやお腹減ったな。結局また昨日のね、もう一個のアッパホテルの方に来ましたけど、よく見るとなんかあそこに社長の看板つけられそうなスペースがあるけど、あれわざと剥がしたんじゃないの。なんか前あった気がするよ。残念、こっちならやってるだろうと思ったんですけど、こっちもやってなかったな。ラーメンやってるのにこの時間やってないもんな。もうね、本当にしょっぱいもんだからビビりましたよ。いやあのラーメン、私も食べたことはなかったんですけど、でもどういうラーメンかってのは一応聞いたことはありまして、もともと戦後すぐ の働き盛りの人たちがたくさん帰ってきた時にですね、労働者の人たちが手軽というのかな、こうガバッとこうたくさん食べられるようなものがいいということで、大量に醤油を入れて、また、メンマとか、それからチャーシューとかにもガンガン味付けをして、たくさんチャーシューを入れて真っ黒の色になったラーメン、これをおかずとして食べる、ご飯と一緒に食べるというのが、富山ブラックラーメンなんだそうで、あそこのねお店になんか説明書きがあったんですけど、昭和22年にできたラーメンなんだそうです。でそれ分かってたから、ご飯がないと食べにくいよっていう風に言われてましたんで、ご飯と一緒に頼んでですね、もうラーメン麺をおかずにしてご飯食べるような感じですよね。そんな感じで食べて、美味しかったんですけど、やっぱり、ご飯足りなかったです。小ライスでいいやと思ったんだけど、ラーメン一玉に対して、もうお茶碗一杯はないといけない。だからあれですよね、こち亀でコロッケをこう潰して、それで醤油ソースかソースでべちゃべちゃにして食べるみたいなのありましたよね。あれってつまり味の濃いものを用意して、ご飯をたくさん食べることを目論んでやってるわけですけれど、そういう感覚なのかなと思います。ある種ジャンクフードといいますかね、そういう風にしてお腹をいっぱい溜めさせるために、効率的なおかずとして作られているというものですが、大量に、メンマが入っていて、真っ黒、味がめちゃくちゃに濃い、特に、メンマの濃さといったらみたいな感じでね、チャーシューがいっぱい入ってるって言いましたよね。そう、そんな感じでね、面白いラーメンでした。前にね、鉄道とか一切関係ない普通のなんかお菓子屋さん、パティシエっていうのは分かりませんけどね、そういうのケーキ屋さんみたいなのあるんですけど、これ絶対これ水戸岡デザインだよな。もうどう見ても分かる、一瞬で分かる。逆にこれはこれでね、世界共通のデザインみたいなもんで面白いかもしれません。戻っていましたけどね、いろいろあるな。あっ、来たー、ついに来た。あっ、これだよ、私が求めてたのは。あー、これこそアパホテルの社長のブロマイドですよね。おちちち、天然水はこれは富士川って言ってたら富士川ですよって怒られちゃいましてね、富士川源流天然水ということで、もう北陸のね、立山とか白山の水じゃないみたいですけど、アパホテルの社長ですよ、これが。いやー、このね、ついにここだけ残ってたかっていう感じ。いや、よかった、2日目の滞在にして、つまりアパホテルに2泊以上して、なおかつ地球環境保護のためのプログラムみたいなやつに協力をして、そして掃除をいらないというふうに断りますと、アパホテルの社長がこうプリントされたこう水がもらえるんですね。でもこれ、あ、書いてある、アパホテル社長って書いてあるな。ふみこですよね、確かね。ふみこ読めないんですけど、なんていう名前だったっけ、もう忘れちゃった。名前はどうでもいいですよ。アパホテルの社長はね、なんとかふみことかそういう名前じゃなくて、もはやアパ社長という名前で言ってますからね。バラエティ番組みたいなのでも、確かアパホテルの社長ってなんか出てたような気がします。なんかね、 YouTube にね上がってました。本当は良くないんでしょうけど、
いや、これも貴重なものになるかもしれませんからね。ていうか、まさかこの水にアパホテルの社長があのプリントされてるとは思わなかった。普通もっと他のところにすると思うんですけど、なんか書いてあるのこれ、モンドセレクション、なんでしたっけこれ。なんかあのいいやつにはこういうのが与えられるんですよね。へえ、いや、ここにいたか。感動的だな。もうアッパホテルの中からはアッパホテルの社長の顔を見ることができないというふうに思っていたんですけどね。まあ、あのこれとあともう一つは何だっけな、ちょっと聞かなくて申し訳ないんですけど、そこら辺がアッパホテルの、ね、社長が書いたあの運を呼び込む本みたいなのがね、どっかあった。これ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 ちょっとね、だいぶ修正がかかってる、違う人にも見えるんですけど、やっぱアッパホテルの社長って、 ちなみにこの人ね、帽子が確か好きなんだったかな。確かそうでしたよ。でいろんな帽子かぶってるんですけど、確かこの学校が一番の清掃とかね、そんな風に聞いた記憶がありますね。